ある学校で立て続けに起こった事件。それが始まり。私谷山舞は16歳の高校生である。まあ自分で言うのもなんだけど、ごくごく普通の真面目な学生だ。ただバイト先がちょっと変わってる。渋谷サイキックリサーチ。仕事は新聞雑誌を切り抜いてファイルにすること。千葉にある緑陵高校で連続して起きた事件が目下の課題。最初は2年5組の女生徒たちが学校に幽霊が出るという理由で登校を拒否したというものだった。 LL 教室に幽霊が出るんです。子供です。男の子。あれはテープの再生中。She wanted only to sleep. The plane had touched down 2 hours late, and there'd been a marathon wait for the luggage. 何？子供の声。その時、私の足を誰かが触ったんです。びっくりして下を見たら。机の下に男の子がいて、私の足を掴んでいました。机の下に子供がいるスペースはないんです。そんなこと分かってます。でもいたんです。机の下にうずくまっていたんです。私、顔をはっきり覚えています。6歳ぐらいの男の子で、気味の悪い笑い、そしてあの声。ないじゃない。落ち着きなさい。静かに、静かに。他にも見たって人がいるし、声を聞いただけの人ならもっといます。私たち怖くて、でも先生に言っても叱られるだけだったので、仕方ないので全員で学校を休みました。あと、これは私は見ていないんですけど、坂内くんを学校で見たという人がいます。坂内くんは9月に自殺した1年生です。次は集団食中毒。クラスの半分の生徒が吐き気を訴えて倒れたそうな。新聞には何らかの原因で体の弱い生徒に被害が出たものと考えられる。しかし食中毒の症状には似ていたものの、原因は不明。事件の3つ目は、学校側はひた隠しにしていたんだけど、秋以来体育館の更衣室で何度かボヤが起こっていたのがすっぱ抜かれた。正確に12日おきに必ずボヤが起きている。業を煮やした教師たちは更衣室に鍵をかけ見回りを強化したけど、やはり12日目教師たちの目の前でボヤ発生。ちなみに次の12日周期は2日後に巡ってくる。4つ目の事件は、心霊的なことというよりも学校側と生徒の問題。何せ緑陵高校の校則の厳しさは半端じゃない。生徒を人間扱いしてないってやつ。即刻解散しろ。こんなとこに集まって何をしとる。松山先生、私たち坂内くんの慰霊というか除霊というか、そういうのをしてあげたいんです。坂内だと？バカバカしい。でも変じゃないですか。坂内くんが自殺してからですよ、火事が起こったり。うちのクラス地学教室の掃除当番なんですけど、掃除のたび蛍光灯が割れるんです。本当なんです。本当です。坂内くんのたたりがもう。あの遺書読んだでしょ。くだらん。あんなのはたわごとだ。せめてみんなで慰めてあげればいいんじゃないかって。お願いします。集会を許可してください。お願いします。たたりなんぞない。くだらん。お前らが集まるとろくでもないことしかせん。さっさと解散しろ。
その乱闘騒ぎを報じた新聞もファイルして、しばらくした頃、所長の渋谷です。ご依頼の件を。緑陵高校の生徒会長をしています安原治と言います。すでにお聞きと思いますが、僕たちの学校で起こっていることについてお力をお借りしたいのです。そう言いつつ、依頼人は驚きの顔。まあそれも無理はない。何せ我が渋谷サイキックリサーチのボスは聞いて驚きの17歳。若い美空で都心の一等地に豪華な事務所なんか構えてくれちゃって、何の因果か幽霊退治なんてご職業。ついでに言うと、とんでもない美形。でも私はナルシストのナルちゃんと呼んでやっているのだ。正直言って緑陵高校の事件には興味を持っています。しかし僕は目立つ事件は、先日お宅の校長先生の依頼もお断りしています。昨日また事件が起きました。つまり第5の事件ってこと？まだ新聞には載ってない。その教室にもこの秋から怪談がありました。犬のうなり声みたいな変な声が聞こえるっていう。あと足を舐められたとか、毛皮が触ったとか、痛みを覚えたら足に傷がついていたとか。それが昨日、一人の生徒が足を噛まれたと立ち上がり、その時生徒の大半が黒い犬が教室を飛び出していくところを見たそうです。本当は教師も見たらしいんですが、彼は幻覚だと言い張っています。犬ですか？今学校はひどい状態です。階段があふれてみんな動揺している。どうかお願いです。力をお貸しください。助けてあげてよ。そう言いたくてじりじりする。でも言わない。悲しいけど、私なんかの言葉で心を動かす人じゃない。舞、緑陵の校長に電話してくれ。まだ他の調査人に声をかけていないなら依頼を引き受けると。はい、ありがとうございます。ようこそ我が教室に、と言いたいところなんですけど。ひどく嫌な匂いがその教室には溢れていた。食中毒事件が起きた時、安原さんも被害者の一人だったそうで、まずここに案内されたわけ。はっきり強い匂いがあるね。僕たちはもう慣れてしまったんですが、事件の時はもっと。生徒会長、その人たちは？ああ、今回の事件の調査に来てもらった渋谷サイキックリサーチの渋谷さんと助手の谷山さん。どうも。渋谷さんか。うわ、あんたら少しはこっちも見ろよ。くそー、なるの性格知ったらピーやら言ってらんないんだからね。あとこちらは渋谷さんに協力してくださる滝川宝章、元坊主、現拝み屋さん、よろしくな。驚いたことに、今回なるは最初から霊能者の仲間たちに協力を求めた。早速駆けつけてくれたのは元高野山のお坊さんで、今はスタジオミュージシャンをやりつつ霊能者をやっているこの人、通称坊さん。窓を開けても匂いは変わらねえな。ここで何かしなかった？霊を呼ぶような。それは…え、まさか折り切り様のこと？違うよ、だってあれは…折り切り様って何？二学期になってから流行っているんですよ、折り切り様。誰か持ってる？私まだ使ってないやつ。その紙には50音が並べられ、はい、いいえの文字に鳥居が書かれている。丸く書かれた鬼の字と格子島を除けば、それは丸っきり。こっくりさんじゃねえか。違うよ、
コックリさんは狐を呼ぶから危ないんでしょ。これは折り切り様なの。神様を呼ぶんだよ。恋愛とかよく当たるの。権現様とかと同じで。はあ、権現様、太郎さん、一筆様、キューピッドさん、全部コックリさんの別名。そうなの。あら、舞ちゃんまで何言ってんだ。こいつらがやっていたのは立派なコックリさんだ。でも折り切り様ならみんなやってるもん。そいつはよかったな、学校中でバタバタ倒れないで。そういえば黒犬が出たクラスでも折り切り様を知ってたって言ってたな。一時期すごく流行ったから。調べてみると折り切り様をやったことのある生徒は学内の9割以上に上った。私たちは調査ベースとして借りた会議室で早速対策会議を開いたんだけど。遊びで呼ばれた霊が悪さしているわけか。戦か下手すりゃまん。なるちゃん、本当にやる気かよ。お気持ちはわかりますが、お願いします。ああ、お茶です。だが素人がコックリさんをやったぐらいのことでこんなに霊が集まるか。でもコックリさんが霊を呼ぶのは確かでしょ。力入れなくても10円玉動くし、結構いろいろ当たるよ。私も結構やってたもん。いや、それはそういうことをやろうという人間はだいたいコインが動けば面白い、当たれば面白いと思っている。その期待がコインを動かす。でも私しか知らないことも当てたりするよ。例えば、右ポケットに入ってるものを当てよ。そういう場合、最初は無作為にコインが移動する。例えば木。すると全員が無意識のうちに推理する。木のつくもの、キーホルダー。コインはスルスルとキーホルダーと動く。当たった。バカ、さっきから音がしてた。だがそれじゃあせいぜい身近なことしか当たらんな。そうだ。実際には当たった場合、不思議だから強く記憶するが、当たらなかった場合はやっぱりなと忘れてしまうのが人間だ。これは実験してみればわかるが、乱す質問して3問も当たれば結構当たったという印象が残るはずだ。もしかしてお前さんはコックリさん。否定的だ。坊さんには悪いが、霊能者でもない学生が容易に霊を呼び出せたとは思えない。あれはそもそも無意識にコインを動かすだけの遊びなんだ。俺も10円玉に霊が降りてくるとは思ってねえよ。ただ学校を挙げてのコックリさんでそこらの浮遊霊を呼び集めてしまった可能性は。だとしたら松崎さんやジョンの到着を待って片っ端から除霊するしかないな。やれやれ、結局そうなんのかよ。謝礼は当然弾んでくれんだろうな。うちの負担は。正直言うと霊能者ってもっと見るからに危ない感じだと思ってました。でも違うんですね。少なくともナルは霊能者じゃないから。本人はゴーストハンターだって言ってます。ああ、知ってるんですか安原さん。珍しいですよそれ。いや、ちょっと話題になったんですよ。新入生が4月の進路調査で将来の希望ゴーストハンターって書いたって。坂内って言うんですけど。それって自殺した。ああ、ええ、ただ僕は自殺して初めて名前を知ったぐらいなんですけど。ゴーストハンターになりたかった少年。私はそのことがなぜか気になった。私は半人前のゴーストハンターだけど、なりたいと思ったことなど一度もなかったからだ。小野冬美原作、悪霊狩りゴーストハント第1巻、折り切り様の鬼火第1話、資料学園。こいつらがやっていたのは一時期すごく流行った。お前らが集まるとろくでもない。私、谷山舞は16歳の高校生です。今や
ここ緑陵高校は階段の見本展示場ってとこ。 LL 教室に子供の影、異臭の立ち込めた教室、物を引きずる音、見えない猫の声、割れる蛍光灯、そして連続ぼや、徴量する黒犬。さすがに手を焼いた校長と生徒会は、私たち渋谷サイキックリサーチを呼んだけど、私は怪談話よりももっと暗い何かの影を感じていた。第2話、霊能者たち。人間に抗議されてはいかがですか。強く感じる霊が私だけ。ゴーストハンターさん、幽霊がなんだと大騒ぎするのはバカのすること。自殺した霊だと思います。あなたは誰。うわぁ、何ですかこれ。青年、まだまだ若いな。なんて、私も初めて見たときは機械音痴だし、見ただけでウェーだった。今では一応どれが何の機械かわかるようになったけどね。では説明して死んぜよう。あのね。あれって、業務用のビデオカメラですよね。あ、モニターもあんなにたくさん。そっか、教室にビデオカメラを設置して、それをモニターで監視するんですね。まあそんなとこ。あ、立場がない。これはサーモグラフィー、温度を調べるんですか。うん、何でも心霊現象が起こるとその部屋の温度が低下することがあるんだって。その変化を記録しておくわけ。いつ説明係を頼んだ。ああ、すいません。リンさん、何を運べばいい。 LL 教室とボヤが出るという更衣室、他3カ所に暗視カメラをセットします。舞さんは三脚とマイクを。はいはい。この人はリンさん、ナルの助手。あー、それ以外は全て不明。なんせ出会って10ヶ月は経つのに、未だ本名も年齢もわかんないという事実が全てを象徴しているのだ。あの、僕も運びます。手伝わせてください。もう日が沈みます。よく調査されていない場所で夜を過ごすのは危険です。足手まといになるようなら言ってください。帰ります。わかりました。だったら手を貸していただきます。あら、荷物運びが増えたってこと？ラッキー。ま、前よりは役に立ってくれるでしょう。一言多いんだよ、あんたは。すいません。いつもならマイクだけセットするんで、わざわざ出来運んでいただくことはないんですけど。いや、しょうがないですよ。会議室までいちいち録音ケーブル引っ張ってたら、いくらあっても足りないし。でも…地味なんで驚いた？あ、いや、はい。正直言うと、もうちょっと派手な手かざしとか呪文とか、塩巻くのとか期待してました。そういうのを全くやらないわけじゃないんだけど、でも、ナルはとにかく最初はこれなんです。ひたすらマイクで音取って、ビデオで室内を記録して、サーモグラフィーを観察。ナルに言わせると、レイはシャイだそうで。シャイ？なんだお前たちは、あ？やさら、もうとっくに下校時間だぞ。なんなのこいつ。初対面の人間にお前だ？松山先生。こちらは渋谷サイキックリサーチの。ああ、いいか、生徒が何を言ったか知らんが、幽霊だなんだと大騒ぎするのはバカのすることだ。こいつ。お前いくつだ。学校は16ですけど、学校の許可はもらってます。これ仕事ですから。管理の甘い学校だな。たるんどる。親も親だ、こんな遅くまで。親はいません。そんな見えすぎた。本当です。私施設育ちですから。
今はこのバイトで自活してます。うん、なんだか知らんが、やさら、お前も気をつけろよ。超能力だの UFO だの、ありもしないことに投資するのは学生としての義務も果たせないようなやつだ。それにつけ込む詐欺師まがいの連中に騙されて泣くのは自分なんだからな。我々が詐欺師だと思われるなら、我々を呼んだ人間に抗議されてはいかがですか。ほら、坊さん、聞いてたんだ。我々をそもそも呼んだのは校長先生ですよ。そんなことは分かってる。俺の学校で妙なことをしたら警察に突き出してやるからな。だいたいだらしなく髪伸ばしてるようなやつは嫌なやつ。自分の程度が低いからって他人も一緒だと思うなよ。ああいう品性の低い、礼儀知らずの、権力意識丸出しのやつって大嫌い。ま、お友達になりたいタイプじゃないわな。すいません、あれでも生活指導でして、僕たちも手を焼いてるんです。ところで生徒会長、こんな暗い廊下に二人っきりとはなかなか見かけによらず。野暮ですよ滝川さん、せっかく僕が谷山さんをかばっていいところを見せる予定だったのに。何それって。ほう、少年、それはつまり舞が好きと。好きですよ。え、あの、あ、ちょっとタイム。渋谷さんも好きだな、綺麗だし。あれ、あ、ちょっと。でも滝川さんはもっと好きかも。遊んでいるな。さて親方、次はどこの教室でしたっけ。親方はないでしょ安原さん。でもナルシストの大親分にどやされないうちに作業を終えた方がいいですね。ダッシュ。おい待て、こら、大人で遊びやがって。最初に遊ぼうとしたのはあんただろ坊さん。何よこれ、まさかこの汚い布団で寝ろっての。ヘトヘトになって宿直室に来れば、そこには不満顔の派手派手お姉さんが待っていた。しかもあんたと相部屋なんてね。これでも私は少しは働いてますからね。そういうことは一回でも役に立ってから言ってよね綾子。へーん、黙ってんの。そうなのだ、彼女は松崎綾子、推定23歳、自称巫女。すごい自信家だけど、未だかつて彼女の霊能者としての実力を見た者はいないのだ。あんた今私の悪口言ってない。言ってない言ってない。本当？あんたいびきかかないでしょうね。かくかい。で、その夜、お約束の綾子のいびきを聞きながら、私は眠り、そして。あれ？ドア。屋上だ。ん？誰？緑寮の制服だけど。こんなところで何してるの？見てる。何を？見えるのなんて校舎ぐらい。何あれ？チラッチラッ、白い光、人玉が校舎の窓をよぎる。いくつもいくつも、あっという間に学校は人玉でいっぱいになった。まるで大きな雪が降るように人玉が学校に積もっていく。あれが怖くないの？楽しい。楽しい？こんなのが？だってあれは人玉だよ、そんな風景が。すごく楽しいよ。
ゴーストハンターさん。あなたはすごく楽しい。これ以上愉快な気分なんてないくらいだよ。あなたは誰？まさこちゃん、勘弁してよ。霊が見えない？だって、よく見えないんですもの。まさか霊はいないって言うんじゃないでしょうね。まあまあ、皆さん、そう言い切り立ったら飽きまへんです。ねえ、どうしたの？原さんが、霊が見えないそうだ。あの、こちらの方々は。あ、面食らってる。いきなり日本人形みたいな格好した美少女と童顔で関西弁使う外人が登場しちゃうな。こちらは原雅子さんとジョン・ブラウンさん。雅子さんは有名な霊媒で、ジョンはエクソシストなの。あはあ、こっちは雅子ちゃんを当てにしてたんだぜ。広い校内のどこに霊がいるのか分かんなくちゃ除霊のしようもないだろう。霊がいることは分かるんです。どこにいるかも分かりますわ。でもどんな霊なのかよく分かりません。そういえば原さんは冬霊は苦手と言ってはりましたな。あんたいい加減その言葉直しなさいよ。見てくれ外人のくせに。ほう、すまへんです。特に強く感じる霊が一つだけ、これははっきり見えます。どんな霊ですか？男の子です。私と同じ年頃の。その子ははっきりと見えます。学校に対する強い感情を感じます。きっと自殺した例だと思います。リン、ファイルを。その例はこの子ではありませんか？ナルが開いたファイルのそのページには、とある高校1年生が自殺したことを告げる記事。その生徒の顔写真を見たとき、めまい。この人です。そう、坂内さんとおっしゃるの。彼だ。屋上の。なんで私の夢に自殺した坂内くんが、ゴーストハンターになりたかった男の子が。謎の事件が続く緑陵高校の除霊を引き受けた我らが渋谷サイキックリサーチ。でも頼りの雅子は霊が見えないとか抜かすし、なんで学校に霊があふれたのか本当の理由はわからないまま。大丈夫かいな。第3話、オカルト。万国、私の話信じる気になった？滝川豪さん聞いたことないよ。こっくりさんなんてどこでもやってるのに。何か幽霊を引きつけているものがあるかもしれません。嘘なんかじゃない。じゃあこの教室は俺がやっとくわ。ジョンは次の地学教室頼む。はいです。滝川はいるかいないかわからんもんを除霊するのは嫌なもんだが。オンスンバニスンバウンバザラウンハッタジャクウンバンコク。いますわ、あの隅のあたり。
まさか本当に見えてるんでしょうね。当てずっぽなんじゃん。たとえそうだとしてもあなたにはわからないのだから同じことじゃありません、松崎さん。まあいいわ、そこで見てなさい。あんたみたいに見えるだけじゃ何の役にも立たないってことを教えてあげる。慎んで感情を立て直する。宮代なきこのところに降臨鎮座したのか。なる、特に呪符のようなものはありません。どう思う、リン？本当にコックリさんのやりすぎでこれだけの浮遊霊が集まると思うか？それ以外に考えられるのは何か浮遊霊を引きつけているものがある可能性です。それは今のところ存在していません。つまらない遊びの結果か。今頃皆さん手分けして除霊中ですか？みたいです。ナルとリンさんはフィールドワークだろうけど、で私はわびしく連絡がかりっと。あ、コーヒーなら私が入れます。いつもやらされてんだから。いつもやってることやっててもつまんないでしょ。はい。でもさ、不公平だよね。コックリさんなんてどこでもやってるのに、なんでうちの学校だけが。それはナルもそう言ってた。実際私だってやってたけど別に変なことなかったしな。いや、最初は変なことあったかと思ったけど。谷山さんとこでも何かあったの？うちの学校に古い木造の校舎があってね、そこに幽霊が出るって話がありまして、実際取り壊ししようとすると怪我人出たりして、それでゴーストハンターを呼んだんです。それがナルと出会ったそもそものきっかけ。ふーん、そうなんだ。あ、でやっぱり霊の仕業？それが、そうだ、あの事件がナルやあの賑やかな霊能者たちとの出会いだった。私はあの頃、怖いことにちょっと興味があるただの高校生に過ぎなかったんだ。こんな高そうなカメラ使って助手雇って、渋谷さんって何してる人なんですか？ゴーストハント。直訳すれば幽霊退治かな。この学校の校長の依頼で旧校舎を調査に来た渋谷サイキックリサーチのものだ。サイキックリサーチって？英語の授業は受けてないのか？悪かったね。で、これが出会い。印象は最悪。まあ顔はいいんだけど平気でこんなこと言うんだもん。17やそこらでこんな仕事やってて、今までに解決できなかった事件とかないの？ないね。僕は有能だから。あら、すごいのね。顔が良くて、しかも有能だなんて。僕の顔をいいと思うか？さあ、いいんじゃない？あの友達もキャーキャー言ってたし。趣味は悪くないな。こいつ。それ以来私は彼をナルと呼ぶことに決めたのだ。滝川さんたちはその時から渋谷さんの手伝いを？ちゃうちゃう、ナルがあんま若いんで心配になったうちの校長が手当たり次第に呼び集めちゃったわけよ。おかげでまあ皆さん仲がおよろしいこと。よう、俺は高野山の坊主、滝川宝生ってもんだ。私は松崎綾子、巫女よ。あとは私たちに任せて帰んなさい、坊や。高野山では挑発が解禁になったんですか？あ、まあ今は山を降りているが。それに巫女とは清純な乙女がなるものと思っていましたが。もっともだ。何よ、破壊層のくせして。私、滝川宝生なんて聞いたことないわよ。そりゃ勉強が足りないね。
実は俺も松崎なんとかなんて聞いたことがないんだがな。ね、仲いいでしょ。これにジョンと雅子が加わってさらに大騒ぎ。挙句雅子がここには霊がいないと言い出して、そしたら彩子たちだけじゃなく私のクラスの黒田さんって女の子が文句言い出したんだよね。誰その人。どこのクラスにもいるじゃない。霊感が強いとか言って見えるの見えないの言う人、あのタイプで、黒田さんが、谷山さん、私霊感が強いのよ。霊が集まってくると頭痛がするの。確かに旧校舎には戦争で死んだ人の霊が集まっているわ。でも霊媒の人は旧校舎には霊なんていないって。霊媒って原雅子でしょ。あいつ偽物よ。は？ちょっと綺麗なんでテレビでチヤホヤされてるだけ。私さっき旧校舎で襲われたのよ。え、襲われたって黒田さんが？誰もいない廊下で急に髪をつかまれて、逃げようとしたら首を絞められたわ。嘘。本当よ。声が聞こえたの。お前の霊感は強いから邪魔だって。私の話信じる気になった。その後の調査で地盤沈下のせいで旧校舎はねじれながら傾き続けており、それが予想外の事故や変な音の原因になっていた。つまりあくまで自然現象だったとナルは結論付けた。ところがポルターガイストとしか思えない現象が起こって、でもナルはその犯人もあくまで霊ではなく黒田さんだって指摘したの。事件は解決？はあ？どこが？校長から依頼された一連の事件は地盤沈下が原因だ。だが突然ガラスが割れたり壁を叩く音や下駄箱が倒れた、あの騒ぎは？あれはポルターガイストだね。ほら、ポルターガイストの半分は霊ではなく人間が犯人だ。大抵はローティーンの子供か霊感の強い女性の場合もある。それでなんで黒田さんが犯人やと分かりはるのです？ポルターガイストを起こすのは一種の超能力。ストレスや抑圧されたものが無意識のうちに構ってほしい、注目してほしいという欲求でやるんだ。だから私がやったっていうの？あのポルターガイスト。君には最初から引っかかりを覚えていた。例えば君は戦争中の霊を見たといい、看護婦の霊も見たと言った。だが戦争中ここらは空襲を受けた記録はないし、学校が病院として使われたこともない。嘘なんかじゃない。旧校舎でポルターガイストとしか考えようのない現象が起こった時すごく困ったよ。機材の結果も原さんの霊視も霊の存在を否定していたからだ。ええ、いませんわ今も。だとしたら原因は人間でしかありえない。そしてポルターガイストが起こったことで注目を集めたものは誰か。私は知らない。黒田さん、君は霊感が強いので有名で、そのことで周囲の注目を浴びる存在だった。君は旧校舎に霊が見えると言った。ところがもし旧校舎に霊はいなかったということになったら、霊などいず地盤沈下のせいだったとみんなが分かってしまったら信用をなくすよな。黒田さんにとって注目を集め続けるために旧校舎の悪霊は必要だった。地盤沈下ではなく悪霊が住んでいなければならなかったんだ、彼女のために。私はやめて。もういいよナル。私なんとなくわかる。誰だって特別な存在になりたい。誰もが一目置いてくれるようなそんな存在に特別な才能が欲しい。黒田さんはそれが霊能力だっただけで。谷山さん。それで谷山さんはゴーストハンターに憧れるようになったわけ？ううん、金に困ってたから。いいバイトになりそうだったんで。それに所長はハンサムだし。うん、あ、いやそうじゃなくて、ただ
私たちはどうしようもなく怖い話とかこっくりさんとか霊感とか気になるでしょ。それは押し付けられたものではない、自分たちだけの知識価値に思えてしまう。黒田さんはその価値が自分の全てのように思ってしまったけどね、それ誰にだってあると思うの。自分だけが特別になりたくて、ここではない何かを信じたくて。それを間違ってるっていうのは簡単だけど、私には分かっちゃうんだ。谷山さんは今十分特別だと思うけど。ううん、私なんか何もできないもん。ここで連絡係するだけでさ。その時私の耳にあの日の地響きが聞こえてきた。ナリは黒田さんのことは報告せず、霊現象として全てを片付けてくれた。その翌日、旧校舎は地盤沈下に耐えかねて土煙を上げ崩壊していった。みんなが窓に鈴なりになる中で、私と黒田さんだけが動かずにいた。あれは黒田さんの悲鳴だ、私の悲鳴だ。